どうも皆さんこんにちは、エムハースです。さあ、モンスターハンターフェスタ2019-20年、お疲れ様でした。私はね、自宅にいたんですけれども、まあ、会場に行った方々も、まあ、楽しんでたのかなと思います。私はね、家で生放送でね、見てたので、まあいろいろね、情報があったんですが、まずはね、一番、まあ、自分が見てたところから説明すると、まあ、バイオハザードコラボのところですかね。あのクエスト。ゾジモスさんと、他のね、オンラインで、集会所入って、まあ、違うプレイヤーと一緒に、やるっていうものだったんですけども、まあ、放送事故っちゃ放送事故でしたよね。まあ、ステオ・テスカトルの資料部屋かなが、まあ、運営側としてはゾンビ状態を見せたかったんですけど、まあ、それをテオの資料部屋がことごとく粉砕するということで、まあそれも辻元さんも気づいてなくて、まあその、一時ダメージ食らって、ゾンビ状態になろうとするんだけど、戦慄の効果でそもそもなれないと。それをずっと繰り返して、まあ皆さんで上手かったと思うので、まあボコボコにしちゃったという感じでしたね。まあ見てる側としてはね、すごく面白かったんですけど、まあそれ何が言いたいかっていうと、ランスがいたということですよね。もう私からしたら本当にそこが一番嬉しかったっていうところですかね。もう最初の集会場の風景が画面に出された時に、シルバープロミネンスと、あと、琴ネギのランスかながね、際立ってましたね。それが嬉しかった。で、そのまま、やっぱそのクエストの中にもランスが一人ね、いたというシルバープロミネンスで参加してたっていうのもすごく嬉しかったですし、まあ、欲を言うならば、多分ね、焦っちゃった。てたのかな、強壁時を多分つけてなかったんですよね。ガード強化多分つけてなかったので、まあ見間違いだったら申し訳ないんですけど、まあ一回下流ブレスね、バラ家族の下流ブレスを3回連続で、まあランスはカウンターできるんですけど、それをね多分やろうとしてたんですけど、やろうとした瞬間に普通に吹っ飛ばされてたので、多分あれはつけ忘れてたのかなって思ったんですけど、あれ見せてくれればもう私はもうね、もっと歓喜してたんですけど、まあ、ランスが出ててくれただけで私は十分です。さあ、あとは何だろうな。まあ、クエストっていうか、クエスチョン問題とかありましたけど、まあ、普通に私は難しくて答えられませんでした。メロミエールとか普通に難しかったですね、私。なんか最初普通に人妖画かなんかかなと思ったんですけど、全然当てが外れました。で、カリオの方。カリオの方に関しては、まあ、最後のね、人うまかったですね、本当に。他のプレイヤーたちもやっぱうまかったんですけど、まあ、ランスの武器がもともと設定されてなかったっていうのもあって、ランスがいないのはあれだったんですけど、まあ、あれ見て、まあ、最後のプレイを見て、多分、弓を使い始める人も出てくるんじゃないかなと思うぐらい、いや、かっこよかったですね。まあ、他の方々もやっぱね、実力あってあそこの場にいるので、やっぱ緊張とかもあったと思うんですけど、まあ、いう、まあ、ただポイント的にはやっぱりひるみを延長させるっていうのをやっぱうまく使ってたっていうのが私の中で一番、見受けられたなと思うのと、あと飛んでる時にいかに早く下に下ろしてくるか。クラッチ苦労して頭に張り付くとイベルカーナに関しては降りてくるんですよ。はい。で、ブレスを吐いてる時にも判定がないので、頭にはね、なので安定して頭に張り付けることができれば、比較的楽に下に下ろせるので、そういう部分ではやっぱうまいなと思いましたね。ひるみの延長も最大限利用してましたからね。あーすげえな、 めちゃくちゃ練習してるんだろうなってめちゃくちゃ思いました。はい、という感じでしたね。で最後の、新モンスターの発表なんですけれども、まず最初は陣王がアッシュでしたね。はい。まあなんとなくみんな予想はしてたんじゃないですか。ホライゾンコラボで雪山に陣王が来るっていう時点で、ワンチャンこのままアッシュ来るんじゃねとか多分思った方々がね、いっぱいいるとは思うんですけれども、まあ、来ましたね。まあ、陣王がアッシュは私はね、戦ったことがないんですけど、ファンネルかな？なんか、雷光地をファンネルみたいに飛ばしてくるみたいなことは聞いたことがあります。楽しみですよね。で、もう一つ、大鳥の、モンスターに関しては、まあ、こちらなんですけど、いまいちよくわかりにくいような、わかる人はわかるのかな。私はちょっとね、最初一瞬最初ミラボレアスかなと思ったんですけど、ミラボレアスにしてはなんか首太くねって思ったんですよね。あとちょっとトゲトゲしい
ていう、なんかミラボレアスの首ってもっとなんかスタイリッシュだったような気がするので、そういう部分ではなんか意外性を感じたっていう感じでしたね。なのでまだわかんない、まっちゃんもしかしたらあのゼノジーバの生態っていうのも可能性としてはあるのかなと思いました。あのゼノジーバの幼体って結構ちっちゃいトゲが、体中に生えてるんですよ。まあ結構まあ綺麗に整列されて並べられてるんですけど、あとで多分、見てもらえればわかると思うんですが、まあでもちょっと全然違うんですよね、見た目がごつすぎる。うん、なのでまあゼノジーバの生態もちょっとまあ可能性としては低いのかなと思います。まあ、そういう部分でいろいろ考えさせてくれる。でもね、あの子多分制作者側が言ってたんですよね。まあどの子かあのまあわかるかなみたいなことを言ってた。わかるかなってことは既存かなって私は思ったんですよね。うん、新モンスターではなくて今までに登場してきたモンスターをリメイクして、出したから、まあそのうちのどの子か分かるかなっていうニュアンスで言ったのかなと思うと、言ってなかったら申し訳ないんですけど、言ってたら、まあ、そういう、まあね、ミラボレアスとか可能性が出てくるので、まあ楽しみですよね。うん、で、12月5日に公開される、まあ公開というか、資料解禁ということで、意外と早かったですね。俺もう少し遅いと思ってたんですけど、もしかしたらね、後半とかにまあ12月20日とかそれぐらいに発表されるかなと思ったんですけど、意外と早かったですね。うん、まあ難しそう。あとステージもなんかよくわかんないですよね、この2つ目に関しては。うん、あの2体目のね、新モンスターに関しては。あと、導きの地にこのタイミングで、新しく、氷河エリアって言えばいいのかな。うん、氷の、エリアが追加されるということで、まあこれで、まあね、ベリオロスとか追加されるとか言ってましたけど、まあ個人的には、まあランスとか他の武器はちょっと分かんないんですけど、カスタムパーツで今のところみんな最終的には、なんだっけ、ブラキディオスになってるんですよ。なのでボックスがブラキディオスの武器でいっぱいになっちゃってるので、そういう部分でのバリエーションが増えると個人的には嬉しいかなと思います。最後攻撃じゃなくて最後に会心とかね、新しくそういう6段階目でのなんか新しい追加とかありそうですよね。というわけで、まあこんな感じの情報になりましたね。今ね帰っている人たちがいるんであれば、まあ気をつけて、お帰りください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またね。